どうも、愛知です。今回キャラクターの名前を考えてください第2弾でございます。で、まず、前回のね、動画を投稿してから、ほんとたくさんの方にね、コメント欄とか、あとまあリプとかメールもありましたけど、名前を考えていただきありがとうございました。で、実際は自分からもね、感謝の気持ちでいっぱいなんですけど、そのプロジェクトのメンバーの方もね、すごいお礼を言ってくださってて、みんなにありがとうって伝えてくださいみたいな感じで、で、実際ね、まだ締め切りは来てないんで決まってはないんですけど、そのみんなで見させてもらって、で、あ、この名前いいよねって、いいね、いいねっていうの何個かこうピックアップしてくださってるんですよ。だから本当に実際そこから決まると思います。だから誰かが考えてくれた名前でね、本決定すると思いますので、まあそちらもぜひね、楽しみにしていただけたらと思うんですが、で、今回その第2弾ということで、まずキャラクターを出していきましょう。どうぞ。イケイケな感じするでしょ。髪金髪だからね。金髪なんだけど学ラン着てるからね。ということで今回は高校生です。設定は高校生でちょっとチャラい感じはするんですけど、でも頭がいいっていうね。いるね、学年でこういう子いたわ。そうそう、まあうち俺男子校だったんですけど、校則かなり厳しい高校だったんで、もう髪染めようもんなら2つの低学ランみたいな学校だったから、まあ、こういうね金髪とかはいなかったですけど、こうちょっとチャラいんだけど頭がいいみたいなですね。いたいた。はい、ということで、今回もまた、ボイスがね、当てられてますので、ちょっと聞いてみてください。どうぞ。愛知さん、紹介ありがとな。ちょっと聞いたんだけど、俺の名前考えてくれるんだって？だったら絶対かっこいい名前にしてくれよ。みんなも、頼んだぜ。はい、という感じですね。まあまあまあ、仲いいよね、こう。なんかさ、今回このプロジェクトやっててすごい思うんですけど、こう、キャラクターにさ、まあ、声優さんが当てるわけじゃないですか。すごいよね。まあ、もちろん、みんなにとってはね、ちょっとそう思わない方もいるかもしれないけど、自分がこの見た目を見て、こういう感じの声なのかなって想像したものに近いものが来るっていう、だからプロだなって思うわけですよ。こんなね、こんな声で仕事ができるっていう風に生まれたかったですけど、それは置いといて。まあ、ひとまずね、また今回、この子の名前をぜひね、決め、あと、考えていただけたらと思います。で、まあ、あと、応募の仕方でね、まあ、この動画の、同じく動画のコメント欄の方でよろしくお願いします。自分のツイッターのリプとかメールでも構わないんですが、皆さんが見ていただけるように、ぜひこのコメント欄でよろしくお願いいたします。で、締め切りの方は、前回のキャラと一緒で、4月1日と、までとなっておりますので、まあ、それまでに、こう考えたものを、ちょっとね、また前回と雰囲気が違うんでね、違う感じの、みんながこう、こんな感じがいいんじゃないって思う名前を、ぜひ、コメント欄の方によろしくお願いします。